湯崎知事は SDGs 持続可能な開発目標の達成を目指す国連の会合で核兵器廃絶の重要性を訴えました。会合はニューヨークの国連本部で開かれました。出席した湯崎知事は広島に原爆が投下された直後の写真を紹介。多くの犠牲者に加え生活インフラ、医療サービスなど甚大な被害が出たことを報告し、核兵器の使用がすべての SDGs の達成に壊滅的な影響を引き起こすと指摘しました。核の問題というのは持続可能性という観点からもですね、評価していくことが非常に重要である。また大きなうねりを作ることができるかもしれないなという印象を持ちました。また湯崎知事は核兵器を廃絶し、その使用を防ぐことが核をめぐる問題の唯一の解決策であると訴えました。